走れおいチャンネルです。今日はですねバットを5本準備しました。軟式のバットなんですけど、まず最初にこちらのこの前紹介したアンダーアーマーのコンポジットバット、そしてこちら7年前のミズのビヨンドマックス、そしてこちら SSK のメタルハンター、そしてワールドペガサスの普通の金属バット、こちらの5本を打っていきます。何おいくん、うわまた東京来た、また東京しました。何そのバット持って。今日はちょっと5本のバット、すごいね、はい、やばいねこの量ちょっといいね色とりどりで、はい、これをちょっと打ち分けてオッケーオッケーオッケー、まあどれが一番飛ぶのかとか、ロングティーでいい、はい、ロングティーでお願いします。オッケー、じゃあ皆さんご期待ください、よろしくよろしく。最初にこちらの金属バット、ワールドペガサスの金属バットいきます。結構距離あるねはい、というわけで今日はたくさんのバットを使ってロングティーをしていきます。いろんなバットを振ることによって自分に合っているバット、もしくは自分に合っているバランスを確かめることができると思います。今回はですね、自分と向こうさんが2人で打っていくんですけど、やっぱりこの2人でも合うバットと合わないバットがあります。ですので皆さんもこれからバットを買う際にはやっぱり一度振ったりとかして、打ったりして、これから新しいバットを買う参考になればいいと思います。やっぱりチームメイトとかでいろんなバットがあると思うので、そういうのを少しお借りして、まあ、自分に合ったバット、振りやすいバットを購入することをお勧めします。今回は自分なりに合っているバットを見つけながら、もしくはどういうバットが飛ぶのかなっていうのも確認しながらやっております。ジップ21、あー見つかった、おー飛ばんな、いやむずいねやっぱはい、続きましてこちら7年前のビヨンドマックスいきます。いいねやっぱ違うね、飛ぶねおいいいね、これいくんじゃない、あいつはい、見てる場合じゃないわ。いや、ゴルフにもついてる場合。あ、ミスった。キャッチャー。ミスった。何のかな。公式で。マジ。結構死んじゃない。ラスト。はい、次はこちら SSK のメタルハンター行きましょう。はい、そうだよ。そうだ。ダオバ。はい。はい、そして今こちらが最新のバット、アンダーアーマーのコンポジットバット、こちらを使っていきます。やばい、いいじゃない、いいじゃない、
ラストです。ノットケ。どうしたらいいよ今日。大丈夫です。しかし集中してくれ。大丈夫。はい。振り行くのに。走ってみてほら。方式やろう。全然違うか。全然違いますね。はい。うえい。うえい。やばい。はい、というわけで今こちらのアンダーマーのコンポジトバット使ったんですけどどうでしたか。なんかさ、硬いね。硬いっすね。めっちゃ硬くないこれ。カーボン入ってるんでやっぱり多分弾きはめっちゃいいんですよ。なるほどね。この音すごいね。これね、この弾きよかったよね、はい、最初ね。この前紹介したあのブラックキャノン、はいはいはい、似てないですか。なんか Z の初速が早いっていうか。確かに。でもなんかね、こっちの方がちょっと早い感じがする。確かにそうですね。あれより Z さんには申し訳ないんですけど、あれより2万ぐらい2万ぐらい高いんですよ、ね、やっぱり、はい、いくら。これ4万っす。マジ、はい、ビヨンドより高いやん。高いですね。そうっすね。ビエや、大江くんの家賃じゃん。やばい家賃。マジかよ。あ、でもね、これねめっちゃおすすめやね。そうですね。はい、というわけで今日はこちらのアンダーマー逆っす。どうしようアンダーマーの、ね、はいはい、アイウィル、はいはい、コンポジトバット紹介しました。皆さんもぜひ、友達とか知り合い持ってる方いましたら振って打ってみてください。はい、それでは今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいね、よろしくお願いします。では、ありがとうございました。ありがとうございました。彼女に恋をした、不安定な上昇を立たすよ、頼まれした心丸出しで、僕を引きつらせて土足で